三ツ春三沢深夜橋本ただいまよりスペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。戦いの渦はどこまで広がるのか。プロレスリングノア対ゼロワン、決戦の時来たる。まずはこの男、三沢光晴入場。対しまして橋本真也入場。ただいまよりスペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。赤コーナー185センチ110キロ、三沢光晴。箱舟ノアの名手三沢光晴。青コーナー183センチ122キロ、橋本真也。破壊なくして想像なし、破壊王橋本真也の出陣であります。レフリータイガー服部。はい、さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。待てロックアップ。
外した。あれ。組みに行きます。小脇に抱えます。投げて参ります。切り返します。さあ、山崎さん、正直見どころはどういったところになりますか。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、このあたりを注目してまいりたいと思います。このあたりの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。掴んだ。切り返します。で参ります。逆に返します。起こしてまいります。腕をフックした。強烈に打ち込みます。腕を回します。打ち捨ててまいります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあ、スタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。リング内に戻ります。ですね、ちょっと踏ん張りが効かなくなりますからね。そうですか。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。流れはどっちのものとも言えませんね。そうですか。足を崩していった。抜けてまいります。掴みます。打ち込んでまいります。立たせていく。強烈に打ち込みます。行くのか。腕を回した。すごい音がした。掴みます。掴みます。コーナーに振った。重いチョップであります。ローキック強烈。あと逆さづりにしてまいります。切り返します。エルボーを入れていく。ロープに振って、ラリアット、引き起こします。高周波数の音が館内に響きます。バック当たって